はい、戦う相手はじゃん、でかい怖っ、ミノタウロス。いや、ちょっと勝てっかな、これ勝てないかもしれない。トーラムオンラインにようこそ。キャラクターデータが見つかりませんでした。新規作成しますか。しよう。ん、タクタク、オッケー。入手の名前登録する。同名のキャラクターが存在しているため、このまま実況する。あ、そうですか、そういうことですね。これでいこう。実況者タクタク、いこう。はい、というわけでね、どうもタクタクです。今回プレイしていくゲームなんですが、トーラムオンライン。これ始まるタイミングな、始まるタイミングを今完全に見失っちゃったんですけど、トーラムオンラインというねゲームをやっていきたいと思います。これどういうゲームかというと、いわゆる MMORPG ということで、うん、まあ世界を駆け巡りながらね、ロープレイしていくよっていう。わかりにくいからもうやっていきましょう、僕の説明ではね。よし、男か女か。あ、なに、あ、急に丸っぽい。僕は基本的にね、自分はやっぱアバターに反映させていくっていうのが僕の今までのスタイルだったんですよ。なんだけど、ちょっと女の子にしちゃおう。はい、肌色どうしよう。肌色は白、ビアーヌ、いろいろあるな。わ、黒もいけんだ。あーって、なんかね、どうやらですね、このキャラメイクなんですけど、キャラクターメイクなんですけど、500億通りあるみたいです。500億通りもある。おそらく男性と女性で変わってくるんで、まあ女性だと250億通りとかなのかな、わかりませんが、ちょっと500億通りもあるということで。あれ、え、どういうこと、身長高いとかあんの。これ高身長女子が好きなんで、じゃあどうしようかな、これぐらいの肌感で、はい、いきましょう。はい、え、表情強気、あ、いいね、強気女子好き。温厚、悲壮、無心、酵素、細め、狐目かわいいよね。あ、赤眼、はい、いや、ここはちょっと強気な表情でいこうかな。瞳は、瞳猫目とかもあんだ。無視、星、強気で星とか謎すぎるな。まあ一応強気で星でやってみようか。で、オニキス、あ、あ、アクアマリンかわいいな。あ、エメラルドかっこいい。グリーン、ガーネット、トパーズ、お、すごい。これ好きな女子風にメイクできると。なるほどね、ゴールドにしようか。はい、次行こう。まだステップ3がある。え、前髪、羽がすごい。サイドウィング、ウェーブ、え、どうしようかな。なでしこ、あ、なでしこ、アシンメトリー、これさ、あ、できるできるできる。あ、なるほどね、正面からも見えますよ。はいはい、センター、触覚。いいな、サボテン、サボテン、ちょっと上からとか見えない。あ、一気になんか男の子感出ちゃったな。あ、これいいんじゃない、ウィンディ、エアリー、すごい多い。え、どんだけ、メイプル、え、どうしようどうしよう。あ、ボーイッシュ、なるほど、ボーイッシュも捨てがたいな。レイニー、ココアかな、ココアにしようかな。うん、これでいいです。剣で冒険する、簡単、弓で冒険する、普通、杖で冒険、難しい、拳で冒険は簡単。あー、なるほどね、剣の方がいいのかな、杖は難しいんだ。へー、どうしようかな、どうしようかな、やっぱ剣、やっぱ剣だな。でもなんか剣士っぽ、剣士感ないよね、剣士感ある、これ杖感ない、どちらかというと杖感ある女子じゃない、これ杖感女子どう、これ難しいだな、これ多分な。うん、どうしようかな、杖でいく。いや、剣でいっとくか、無難にな、無難に剣でいっとこうぜ。これは
はい、これでいいです。お、始まった、始まったぞ。なんか、え、なんか未知の生命体がいたんだけど今。お、急に、はい、なんか、なんていうんですか、こう綺麗だな、テナート。お、お前さん、冒険者だな。この辺りを一人旅とは珍しい。次へ。ん？俺か？俺は冒険者、支援招待のタナートだ。よろしくな。支援招待の人、なんかすげえ汗が出たけど今。そうか、道に迷ってたのか。道理一人なわけだ。よし、うちのタイヤのものに近くの町まで送らせよう。何構わんさ、冒険者を手助けするために我々がいるんだからな。なるほど。お、おいおい、我々のことを知らんのか。結構名は知られてると思ってたんだが、もしかしてお前さん、冒険を始めたばかりとか。そうです。じゃあちょっと面白い話があるんだ。なんだなんだ、教えてくれんの？操作方法とかを。この未知の生命体は何ですか？ちょうどここにキャンプを建てたところでな。お前さんの都合次第だが、今後この世界で冒険をしていく中で役に立つ情報をいろいろ教えてんだ。もちろん無理にとは言わん。なるほどね。俺たちの団体はお前さんのような新人冒険者がのたれないように支援するのが仕事だからな。どうだい、ちょっと寄っていかない、寄っていかないか。寄っていきます。まあ、ここはね、おそらくチュートリアルだと思うんでね、ここはとりあえずいいかな、これぐらいで。あとはちょっと僕やっとこうかなと思うんですけど。あ、何この子かわいい、リベラちゃん。あら、新しい招待員。ふーん、ちょっとイケてるかしら。荷物管理をしているリベラよ、よろしく。こういうかわいいキャラも出てくるんですね。残念、新しい冒険者だそうだ。今いろいろ指導を受けて聞いてくるいる場所でな受けてくか聞か聞いているところ噛みすぎところでな。それで返事は何だったかな。それじゃあ先に行って準備をしてる。このまますぐ進んできて後で会いましょう。あ、今のリベラちゃんか。リベラちゃんかわいいわ。ちょっとあの子と冒険したい。キャンプには何人か俺の仲間がいるから話しかけてみるといい。何かアイテムがもらえると思うぞ。なるほどなるほど。もう動けるのこれ。ん？なぜもらえるかって？それが俺たちの仕事だからだ！らしいです。人に物をあげるのが仕事。なんという素晴らしい人たちでしょう。なるほど。じゃあちょっとここからチュートリアル、あ、動けるぞ。あ、なるほどなるほど。左のこのやつが十字キーになってて動かせると。で、カメラ移動、カメラ操作はね、右の方で、こうやってスワイプとかすると、いろいろ回せますね。なるほどなるほど。わかりました。じゃあちょっと実際にね、少し進めていきたいと思います。はい、ということで、ちょっと今回、まずボスバトルをやりたいと思います。レベル29のボスに挑みます。実は一回ちょっと、やられてしまいまして、どうなるか分かりません。補助アイテム、トラベラージム、これを使うか。よし、これを使いましょう。使えるのかな。これを使って、はい、いきます。準備 OK。 さあどうなる。さっき勝てなかったんだよな。はい、戦う相手はじゃん、でかい、怖っ、ミノタウロス。いや、ちょっと勝てっかな、これ勝てないかもしれない。あの、というのもね、さっきなぜならね、一回負けましたからね一回負け、あ、やばいやばいやばい。この範囲攻撃が非常に強力だから、みんな気をつけて。で、これでよいしょ。アスティュート、アスティュート。ちょっとこうやってスキル技を使っていって、スキル技なのか、おりゃ、攻撃が一つ一つ強力。うえ、今瞬間移動した、あ、やばいやばい、ねえ、おお、すさまじい突進。今牛さんみたいになってた、本当にあの闘牛の。やばいやばい、近づくとちょっと味方がおとりになってくれている間に背中から攻撃する。卑怯な作戦だが、これが一番効果的だろう。いけいけいけ。さあ勝てるのか、タクタクは勝てるのか。全然勝てる気がしない、全然勝てる気がしないぞ、全然勝てる気はしないんだが、でかいね、でかいね。
これ全然聞いてないんじゃないの。おやばいやばい、ヒットポイントが何、18万、10何万とか、ちょっとよく見てなかったけど、ちゃんと見とこう、そこはちゃんと見ておこう。正面からの攻撃を受けると非常にやばい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 、なんかおお何、地震攻撃、あばば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 ば、相手に相手の攻撃にこう入るまでの時間があるから、ある程度体勢を整えられる。おお危ない、これがスマホゲームなんだから驚きだよねとか感想を言いたいところだけど、もうそんなことも言っている余裕がない。ふん、ここまではね、なんだかんだ言ってね、3、4時間で来れました。はい、3、4時間そんなかかったかな、そんなかかんなかった、結構さっくりできましたね、ミノタウロス戦までは。ふっ、待って待って待って、あ、ダメだ、ダメだ、離れろ。で、アスデュート、あ、ない、ちょっとごめん、違う、クエストボタンを押しちゃった、間違った。アスデュート、お、1160、クリンヒットした、いけ、よし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 、あ、ちょちょちょ、戻って、今のとこダメージを受けていない、くらえ、やばい、離れろ。あの赤いゲージが出たら強攻撃が来るんで、あ、なんか待って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 、味方がやられてる、味方がやられてる、味方がやられてるから、一回こっちにちょっと敵を、はい、誘導して、やばい、こっちに、おお、何それ、お、危ない危ない危ない、そういう何、遠距離攻撃もある、持ってるわけ、なかなかあれですね、油断できない。あ、つうかもう俺しかいないじゃん、あれ味方はやられちゃった、そっか、やら、あ、生き返った、でも生き返った、生き返った、ある程度時間が経つとリスポーンしてくるという、やばい、逃げろ、よしよし、赤い範囲攻撃が来たら、まずは攻撃から攻撃をやめて素早く逃げないと、いてててて、こういう通常攻撃は大して痛くない、あ、こういうこういうね、赤い範囲攻撃が非常に強力なんで、やばいよ、やばいやばいやばい、ちょっと逃げて逃げて、いて49、転倒しちゃった、あ、でも大したことなかった、いてててててて、ふん、一回逃げろ一回逃げろ、正面から戦うしかないのか、いてててしょ、やばい、範囲攻撃かわしてよし、止まった、行くぞ、ちょっと待って、離れて、くらえ、アスティュート、もう一発アスティュート、やばいやばい、離れろ離れろ、で最後のアスティュート、せい、よっしゃー、でかいボスを倒すと爽快だね。いやー、倒せた、ミッション最初の魔石ミノタウロス倒した、魔石をプルミエルジェムを像に戻すのです、はい、という感じでね、ストーリーになっ、この後はストーリーになってるんで、ちょっとねネタバレになると嫌なんで、ちょっと戦闘はここまでで、ちょっと一旦ねここ抜けたいと思います。はい、というわけでトーラムオンラインいかがだったでしょうか。キャラメイクの量がすごい多いのと、もうすでにね僕好みの女子、本当に僕好みの女子かな、もう角が生えちゃいましたけど、うん、でまあいろんなねキャラメイクができるということであったり、あと何よりこの綺麗なグラフィック、さらに大きいねクリーチャーとモンスターとかね戦えるということね、あと何よりですね、このすごいとこは世界中の、世界中というか、まあ、ネットワークのみんなと一緒にゲームができるということなんですよ、うん、一緒にね敵に戦いを挑んだりとかねできるというのが魅力です。はい、まあ、ちょっとあくまでね僕一人だけでやってたので、まあ、他のねプレイヤーさんが出せないっていうのがちょっと残念なんですけど、いつかねそういった動画もできれば嬉しいなとは思ってます。はい、というわけでぜひ皆様トーラムオンラインやってみてはいかがでしょうか。動画説明欄にダウンロード URL 説明などございますので、そちらをご覧ください。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。